大田頼元は平安時代末期の武士。山と源氏の系譜を引くところ増式。大田来輔の子。号は大田太郎。系譜については、ただ源氏の武士であるとされている場合があるが、厳密には、源の三中の次男、頼地下に始まる系統である。頼地下は、山と国を地盤とした山と源氏の祖とされるが、山とを地盤とする以前は、摂津国内に、 多くの所領を有していたことが確認されており、後代、頼近の子孫には、頼本の他にも摂津に所領を持つ者が参見される。摂津島下軍大田に所領を持つ武士であり、大田城の築城者であるとされる。頼本は、源平総乱期の人物であり、玉葉の文治元年10月30日の城によると、源の頼朝と対立し、 翌日最国に向けて都を落ちすることが決まった、義経、ツネ、らの一党に対し、城郭を構えて牽制する姿勢を見せており、さらには、義経の命を受け船の手配をしていた、義経の諸重機言盛、金本を討ったとあるほか、翌月3日には党落ちた、義経らと摂津川尻付近で合戦し、義経らが勝利したとある。また、平家物語では、 都落ちした、義経の一党が、自分の所領の近くを通り、再会に抜けようとしていることを知った頼元が、我が門の前を通しながら、や一ついかけであるべきかと言って、鎌倉に対する忠誠を示すと、少数の手勢を率いて切つ変わらずで、義経一党に合戦を挑むという勇敢な武士として、描かれている。大田城内にある、大田頼元の墓源頼近。 源頼ふさ、源頼とし大元、来敬、源のこれ風、源頼秋、大田来園、大田来助、大田頼元イコール義和イコール義士。ありがとうございます。